はい、どうもありがとうございます。そしてはい、やめとけでおなじみ、あわちゃんです。はい、お願いします。本日はこの後予定あるにもかかわらずグローブを3つグローブを持ってきてもらったので、はい、どんなものをお使いなのかっていう、はい、で、1個とんでもなく興味をそそられるものもあったので、おうおうおう、3つ紹介してもらえればなと思います、はい、了解です。じゃあちょっとセミの声に負け、鳴き声に負けないように、はい、ちょっと大きい声で、はい、頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあまず1個目の紹介お願いします。はい、では1個目、はい、こちらです。おお、どうでしょう、IP セレクトのアルモニーヤ、撮影でも使ってますね。はい、これあれか、ヒップレザーのやつ。そうですね、ヒップレザーでめちゃくちゃやっぱいいっすわ。あ、もうきめ細やかでツヤもすごい出ます。すごいですね、うん、入れ方がこうなんですよね。そうです、こうです。で、中指が若干上に来るぐらいの、まあ指ではちょっと今できないけど、うん、軸がここに入る。そうですね、この意識付けのためのグローブで、うん、この一直線のラインを意識できるっていう構造で中指らを出す、そうですね、構造になってる。これでしか見ないですよね、アルモニーヤでしか。そうですね、使用感で言うと意外とそんなガッツリ指出てる感じじゃないんですよ。この指先の第一関節ぐらいがちょびっと出るぐらい、浮いてるぐらいで、人差し指でピカマンのグローブって結構出るじゃないですか。はい、そういうイメージだったんですけど、そうはないんですね。ないです、結構えぐれてるイメージです、中は。ああ、そうなんだ。えぐれて最後ちょびっとだけ乗せてるぐらい。実際はめてみて違和感あるなってのは、まあすぐなくなる。あ、最近ちょっとね、山本選手もナイキに変えちゃったんで。変えちゃったんですよ。だって僕が勝った瞬間、次のシーズン変えてますからね。去年からか。そうなんですよ。僕がこれメルカリで、当時5万円ぐらいで買ったんですよ。はいはい、安いな。そうなんですよ。5万だと。5万で買って、よっしゃこれからモノマネやるぞって言ったら、ナイキへ買ってったんで。勝手に入らないし。そうなんですよ。おいおい、冗談だろと。ってな感じですね。はいはい。そのモノマネの、まあ、代名詞を作ってくれた相棒でもありますね。うんうん、ありがとうございます。はい。一瞬はめさせてもらってもいいですか。あ、どうぞ。ありがとうございます。失礼します。はい。これ。あ、ほんとだ、中指全然。そうです。ただ、超縦型。そうです。縦型。すげえな、ここまで縦型なんだ。うん。めっちゃポケット深いですね。そうですね。やっぱ。縦型でしっかりとこういう閉じ方をするので、どうしても深くなるようなグローブだなっていう。うん、だからダメだよ、俺、きついで人差し指出したやつ。多分出しちゃうんですよ、最初。やっぱ僕も、スッと、人差し指が出ちゃいました。へぇー。あ、すごいわ、これ。うん、新感覚ではありますよね、やっぱり。ありがとうございます。はい、というので、1個目。はい、1個目、アイパーディレクト、アルモニアでした。では、続いて2つ目。2つ目、ドナイア。おですね、これは僕が高校の時にずっと使ってた外野仕様ですけど、まあ、当時、2013年ぐらい、またドナイヤが全く流行ってなかったっ、そうですね、山田選手が使い始めぐらい、あれぐらいでした、確か、ね、はい、で山田選手が使ってるっていうような新聞記事みたいなんで、うん、そういうのを、まあ、見て、で、ああそういうのあるんだって思って、ちょうどスポーツ用品店に売ってたんで、はいはい、はめてみると、あ、結構いいんじゃないかと思って、はいはい、当時4万円ぐらいでした、公式用で。安い。安いなと思って、僕はもう即購入でずっと使ってました、ね。あ、大阪のメーカーですよね、ドナイア使った。あ、そうですね。ドナイア年から来てるっていう。ドナイア年やったから、なんかこう、なんかすごい軽いノリで生まれた名前ですよね、そうそうそうドナイア。最初はこう B と A で作られたラベルなんですけど、はい、これ本当はドリームエージェント、ね。なんかこういう、本当やったらドナイアって言ったら DO じゃないですか。もう DA にしてるってことは、前の前段の候補だった名前の DA っていうのが名残であるんで、まあ DA っていうのがこうなってるんですよね。結構面白い、なんか経緯があるグローブですね。うん、僕、ドナイア持ってるんですよ。はいはいはい。山田選手モデル。はい。ラベル、これです。あ、水色で。もうチェックです。おー。やっぱドナイアはラベル変えて、名前ですよね。いろいろ自分のグローブにできるっていうのが、はいはいはい、あるんで、すごいですね。公式用ですもんね。公式用です。パンから使ってるんだったら、それにしてはやっぱりまだ針とかもめちゃくちゃ早めとかも残ってるな。そうですね、まだまだいい音なりますね、公式取ったら、うん、でもまあ TikTok の方とかショートの方ではやめとけやめとけってドナイヤ、ああドナイヤさんもやめとけって言いましたねやめとけと使ってるけどって言って、はい、いや色が1個しかねえだろといやそれがいいですよね。そうなんですよ、ドナイヤさんのいいところ、うん、やっぱそのシンプルにこだわってますよね、うん、色もそうですし、やっぱ一つの色に集中してやってるっていう。でもオールスターの時期にオールスター限定毎年出ますから、ね、そうですね。今年は金色とか、うん、ベージュとかそういうのがなかったやつ、ね、まあ、そして限定グローブで遊び心をやって、うん、定番のグローブはこうザ・シンプルっていうのが、まあ、ドナイアさん。そうですね。で外野上でこのウェブもあまり、まあ、ドナイアさんだったらこれとあと2
通のやつありますよ。紐もあります。まあ、T 紐もありますよね。はい。その、ガイア用は確か2種類出てて、青ちゃんは、その、ダブルクロスを選ばれた。うん。やっぱでも、ほんまに革がしっかりしてるんで、うん、まだまだ使っていける感じあります。これで、そうですね。ガンガン使っていただけるような。はい。どんどん使っていきます。はい。ありがとうございます。ということで、ドナイアが2つ目でした。はい、したじゃあ、ラスト。はい。はい、僕は、これが一番気になるかな、もう。はい。気になって仕方ないかな、これは。じゃあ、行きます。こいつです。はい。キャッチャーミット、ナイキシグネチャーモデル。ね、ということは城島選手ですね。あー、乗馬図鑑。そうです。これ気になってましたか？やばいですね、これは。でも実は、これ僕使ってるべきはすごい浅くて、試合ではまず使ってないです。僕キャッチャーやらないんで。まあまあ、そうですね。知り合いの方に安く譲ってもらいました。やば！いや、でも結構いいっすよ。いや、だからしっかりと形残ってるし、はい。そう、ポケットの張りもしっかりと残ってるし、型もふにゃふにゃじゃないんですよ。ちゃんとここ柔らかくなるべきところは柔らかくなっててみたいな、感じにはなってますね。で、まあちょっと構えてみます。はい。あー、これ好き。いい感じですか。あ、もうドキドキだわ俺の。ついにこれ上々成長モデルなんで、うん、まずプレート、あ、でもこれプレート入ってないんだ。一応入ってるのかな。もうでも柔らかくなっちゃったんだ。ここに本当は、まあ、入ってるのか入ってないのか今あれですけど、間にないんですよ。まあ浅い特徴のミットに、ここもヒンジが2本しかないんで、でもう浅いミットの特徴なんですけれども、ただ深く片付けをされてるので取ってる時の安心感はあるけれども、握り替えも元が浅くて小さいミットなんで握り替えもすごいしやすそうな方ですね。で、ジョージの選手はウェービーの街がこれ分厚いんですけれども、まあ、そこをまあ浅さでカバーしてる。だからしっかりと取るところは、ウェービーの進化はしっかりと厚いし補給できるんだけども、まあ、浅いところも、はいはいはい、浅いから握り替えとかも、補給とかもいいと。いや、これ素晴らしい。いや、いいっすね。もう見ないですからね。なかなかやっぱメルカリとかで見てもやっぱ1万5000とかで回ってます、ね、でしかもこの色は見ない。イエローは確かに赤とか多いですよね。そうです、赤が大体やっぱ城島選手も赤使ってたんで、はいはい、それがあるからかな。なかなかいいっすね。これ結構やるしかないじゃないですか。やるしかないっすよ。やべえ、やめとけやめとけ、ないんだから。いやー、やめとけって言いたいですけど、これはぜひ使ってもらいたいんで、はい、使ってやってもらえればなと。はい、ありがとうございます。ちなみにですけど、明日ぐらいに僕の方の YouTube の撮影で、はい、これの補給音を測定してみようかなと。はいはいはい、はい、以前やったんですけど、騒音計っていう、うん、音のうるささを測る機械が、まあ、工事現場とか。そうですそうです、工事現場で使われるやつがあるんですけど、キャッチャーミットの補給音で音の大きさを測定したらどうなるのかっていうので、はいはい、ちょっとこいつ測定しようかなと。なるほど、はい、じゃあこちらの動画の方も、はい、概要欄にあわちゃんの URL 載せとくので、そちらの方の動画も、ぜひぜひチェックしてもらえればなと思います。はい、はいはい、ということで本日はあわちゃんに3つのグローブを紹介していただきました。はい、珍しいニットだったり最高級のグローブだったりっていうのがあるので、はい、まあ皆さんぜひぜひちょっとコメント欄にいろいろとお書きいただければなと思います。はい、お願いします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。